というわけで第1回目シェルさんが MVP。 さすがだぜ。よし、勝ち気なかった。マジ嬉しいわ。あ、でも一応さ、あ、インテリ女子だ。2人が豚書き出したあたりからもう3匹書けばいいってことだったけん、一応不協ちゃんと協力できとったわけですな。ははははは。なんで鼻にブー出とん。3匹目来た時はもうそうだな。狼が襲ってくるっていうショックで鼻血ブーしとる。これ狼。鼻血真剣になっとる。狼も鼻血。はい、あ、これ以上ひどなる前にスタートだ。うぼー、これ以上ひどなる前にスタートだ。もう3匹の子豚どこじゃないよ。よし、もう次に一面が煙になった。やるぞやるぞ、空気まで勝つ、空気まで勝つぞ。おえ、第1回目はシェルさんが一番取っちゃった。じゃあやります。ジャメニー、またパーや、またパーや。まだパーや。好きだな。マジでか、パーじゃん。手長。ああ。手長ザルのパーやな。え？え？何持ってんの？え、こ、何これ？なんていうのかよくわかんない。何これ？これはなんていう？何これ？何これ？ビュー。巨人じゃん、ただの巨人じゃん。待って、待って、何それ、待って、何それ、投げつけてんの。え、なんか、投げつけるって何なの。叩きつけんの、それは。わかんない、わかんない、わかんない。叩きつけんの。なんかの上に乗せよう感じか。ワンモアチャンス。なんて言うんだろう、これ。ああ、じゃあこれでいいのかな。あ、やばい、手が一個長くなっちゃった。これ、何これ。え、うまく四角が描けない。それは片手で四角を持ってんのね。四角。その丸三つが何なのか。なんか違う。何これ。ウィー。あ、違う。太鼓の達人、違う。いや、そういう名称がこのゲームに出てくるわけないやん。マイクラも違う。マイクラも違う。もだって完全に持ってるピッケルじゃないですか。だから。え、何これ。何これ。ちょっとわかんねえ。え？解体。カジやゴリゴリがちょっと見えたんやけど。カジや。何これ。でもなんか叩き気あるもんね。マイクル。え、それは、え、でもピッケルってことは何だ。ピッケル…ピッケルやな。パンコフ違う。ピッ…それっぽい名前やな。あ、ちょっとググりました。あ、ググった。どうです。あ、これ知らんわ。知らんのかい。知らないでよくここまで書けたな。ほりゃそうやわ。いや、元となんか…シェルの実況よろしくね。お前何でそんなところで。元が…自由にするな、お前。え、どういうことなの、俺。あ、ゲームなのこれ。あ、ゲーム。ああ。あれか、ハンゲームシリーズか。それじゃわ。それは分かるわけないだろう。あ、なんか。おい、チャンネル登録者突破ありがとう。ありがとうございます、皆さん。こんなところで宣伝してんじゃんね。いや、俺のは感謝ですから。セーフかと。何これ。え、何これ。さらっと400超えちゃったよっていうアピール。ああ、どんどん宣伝してるよ、みんな。4000。え、何、ちょっと待って、本当に分かんない。なんとなくね、分かったよ。あー、誰かもしたシェルさんだ。待って待って待って、分かんない。まだスタート1回目だから大丈夫。分かんない、これイブ、イブ、何これ。知らねえ。あー、全然分からんわ。ちょっと待って、下の棒、せめて下の棒。完全にイメージで書いてる、最初の。本当にイメージで書いたんですよ。ブロック崩すのかなと思って。そういうゲームがあるんじゃよ。ブロック崩しのゲームだよ。ブロック崩し超超有名だけど、むしろわかんないんだって思った。携帯のアプリとかでもあるやつやな。あるね、あるね。いや、もう聞いたことすらなかった。あれだ、ハローキティのやつが有名だよね。そしてまた難しい質問が出てきてます。なんだこれ。俺大体打ったのに。なんかごめん、なんかやらしいことになってる。倒れとる、誰か倒れとる。ちょっとルールー内股に開いてる。血、これ血なのかな。殺人、事件起きてます。血だわ、これ完全に。あ、こんなことしないのかな。どうなんだろう。こんなことしたらダメやけん。どうなん
どうなんだろう、こんなことすんのかな。イメージでもするイメージがあるけど。イメどんなイメージや。こういう、え、うん、こういうのはもう一人いるんだろうね。こう。おーおっとっと。あ、虫眼鏡かこれ。するイメージない。い真実はいつも一つで打ってから思いついた。あ、これめっちゃ簡単なんですけど、僕見せ場ないんですけど。よし。赤で勝ちた。分かった、はんぺんだな。はんぺん、なんではんぺんだ。あ、でも枕っぽいんでできたな。あ、あ、はい、あっさー、はやっさー、はやっさー、タイピング勝負になってるよ。フラッシュパンって言っちゃったんだけど。さすが女王だな。これだけですか。タイピングだけは負けた。第2回、僕これだけですか。悲しい。色これかな。さすが影だな。あれまで言って光と影がある。影薄くなりたくて言ったわけじゃないのに。何これ。こんな感じかな。あ、そうそう、うわぁ、竹の子かぁ。まだ0点なんだけど。やばい、女王が1位。女王がやばい、女王がやばい。引きずり下ろさないと。引きずり下ろせや。ライアー組に勝たせてあかんの。一瞬でもうあれだわ、人差し指一本で折ってあげるわ。何これ。お、おー、じゃあ、くそだろ。おたまか。やだやだ。俺ドライバーかと思ったで。ゴルフの。は？今。は？は？パターとか。は？は？てか早いな。そんなに難しいもん。やばい。女王引きずり下さないと30点差か。僅差か。イメージこんなの。イメージこんなの。そのイメージ系なの。え、何これ。イメージこんなの。なんかパントマイムっぽいのが出てきましたよ。はははは。サンドバッグやってもらう。え、あ、待って、これをちゃんと覚えてて、これちゃんと覚えてて、決意くん、はい、で で、いや、さっきのがもうすでに分かんないんだけど。別視点からの映画。え、全然分からん。え、何止まった。え、うん、え何そのパンツみたいなやつ。あれ、え、でもボクシング何何これ、1号みたいな感じ。え、あ、これなんだ。え、何、まあ、魔法人かと思ったよ、俺も。え、なんだ、何これ。12秒全然わかんねえ。何これ。静まれ、俺の右手。なんそれ。あ、妹フラグって言ったわけで。え、これはちょっと難しいぞ。魔法人ぐるぐる囲まれた。懐かしいものを出してきたな。ぐるぐるしてるよ。もう俺らの頭がぐるぐるしてるよ。魔法人ぐるぐるだったらこんなん書けばええやん。かっこいいポーズ書いておけばいいやん。違うんだ。あれ違うの、黒魔術あれこれ。だからさっきのさっきのあれを、あれからこれ。だからこれを多分、さっきのあれ忘れたわ。これをこうやったら多分こういうのがこう、ね、こういうのがこう。え、もしかしたんね。これの手が多分こういうのかもしんない。スタンプ違う。ほら、ほら、あ、スタンプ的な。そうそう、まあみんなそんな感じなんだよ、そんな感じなんだよ。そういうとこ、なんか、ほら、少年サンデーでさ、ほら、少年サンデー、ほら、少年サンデーでほら、少年サンデー、違う。少年サンデーとか読んだら読まない。結界誌じゃない。名探偵コナー？あれ、結界誌か。結界、あ、結界。知らなかった。わかんねえよ。少年サンデー出してくれだったら四角書けばいいのに。はい、僕ゼロ点です。結界とか少年サンデーの結界とか四角やん。なんか暴走してる。うおーい。あ、いやいやいや。あ、何これ。何これ。よう考えたら今活況二人がさ、ライアーデーの気違いとさ、マインクラフトの集いの気違いやけど。気違いどうしてくるぞ。そういう感じしてます。そう、日本が2つのグループの気違いどうしてくるぞ。けんすごいな。あれ、地図け、あっ、うっしゃー。いえいえいえ、そう、くそ、なんで福岡って1回目2回行ってさ、その次に韓国で会ったんだ。いや、なぜ俺が2位という。次1つ目で会ってと思う。すごすぎ。ジョーすごすぎ。ジョーすげえ。340点も取ってる。やばい、どうしよう俺。こちらが今回参加してくださった皆様です。
この中に気になる方がいらっしゃるのならば、その方のサムネをクリックしてください。その方の YouTube のアカウントに飛ぶことができます。また第1回 MVP 争奪戦の動画を見たいという方は、右下のキチガイアンブレラをクリックしてください。 MVP 争奪戦の再生リストに飛ぶことができます。次回もお楽しみに。